秋っぽい性格で困っています。何をやってもある程度期間が経ったら興味がなくなってしまいやめてしまいます。あと現実的にもないことを妄想したり時間を無駄にしてしまいます。これって生まれつきこんな性格ですか？集中力に欠けるってことですか？どうしたら直せますか？アドバイスお願いします。直んないと思いますよ。僕も秋っぽいんで直らないんですよなのでまあ治るとは何ぞやなんですけど、もうそういう性格ですってものなんですよね。なのでもうそういう性格のもとで何をして生きていくかっていうので、その要は与えられたカードの中で何とかするっていうのを早めに覚えた方がいいと思うんですよね。要はその努力の才能ってやつがあって、たまたま見た東大受験をしてる人の話で、で、すげえ努力をしてる人で、関西で洛陽高校かなんかの人で、で、めちゃめちゃ努力をしてて、で、トップなんか2、3みたいな人が、その、問題集をなんか3周したとか4周したみたいな話をしてると。で、それ、何周っていうのは、要は、問題集を最初から最後まで終わらせるっていうのを、もう、1回終わった、2回終わった、3回終わった、3周するよねっていうのが、高校生の時当たり前みたいな話をしてて、で、その努力をする人は、俺は15周したみたいな話をしてたんですよ。で、僕、思い返してみると、高校の問題集とか、1周したことないんですよ。参考書も最後までちゃんと読んだこと多分ないんじゃないかな。なので基本的にもう僕はそういうのできないんですよ。なのでもうできないよねっていうのが分かってるので、そういう分野で戦わないっていうのを昔からやってるんですよ。で、できる人はそれが当たり前だと思うんですよね。だから問題集一周すらできない人が問題集5周するのが当たり前だよね人と戦って勝てるわけないじゃないですか。なので、その要はこういうのが努力ができるっていう人と戦ったら絶対勝てないので、努力をしない分野で戦うっていうところに僕は割と言ってるんですよ。なので最初から自分ができないものはやらない。例えばじゃあそのサッカー選手になりたいです、プロのサッカー選手になりたいですと思っても、中学生ぐらいで、あ、これ俺プロ無理だなってわかるじゃないですか、サッカーいくら好きでも。なので、その時に諦めるか、諦めずにサッカーをやり続けて、やっぱりプロになれないってなるより、あ、これ向いてないな、で、向いてる方向を探すっていうのをやるべきなんですけど、で、僕多分ね、向いてる方向に行ってないんですよ。他の人がやってなかったところに行ったんですよね。要はその、IT って、僕がやってた時代っていうのが、まあ、99年ぐらいから IT やり始めたんですけど、で、その時代って、まだ IT って儲からなかったんですよ。要はそのオンラインでクレジットカード決済なんてありえないよねっていう時代で、なので IT のサイトとかって作っても面白いよねっていうね、みんなが見て、で、広告すらなかった時代なんですよ。要はその広告業者っていうのがようやく生まれてくるぐらいで、なんでサイトっていうのは基本的にその自腹で趣味でやるものだよねっていう時代だったんですよ。なので競争相手がほぼいなかったんですよ。要は儲からないものに時間かけてもしょうがないでしょ。なので僕がそこに向いてるのか優秀なのかとは置いといて、競争相手がいないからやり続けると老舗になれるっていう。いや、例えばじゃあその八百屋でめちゃめちゃ売れてる八百屋があって、でそれが八百屋の能力が高いっていうパターンと、その村に八百屋が1軒しかないっていうパターンがあるんですよ。でその村に八百屋が1軒しかなかったら、もう野菜食うんだったらその店で買うしかないじゃないですか。だから売り上げ上がるんですよ。そうすると八百屋能力高くなくてもいいんですよ。なので IT というのはやる人がほとんどいなかったから、やり続けて、で掲示板サービスって要はやり続ければやり続けるほど、いや掲示板で有名なの何？ 2 チャンネルってなるので、そうするとじゃあ2チャンネル見に行こうっていうので老舗効果があるんですよ。なので単純に最初からやっていてやり続けたものにずっとお客さんが来るという構造なので、そこに僕が能力が高いかどうかはあまり関係ないんですよ。ここで勘違いしてる人がヒカキンかなっていうコメントがあったんだけど、これ間違ってます。ヒカキンさんは今でも動画を上げ続けてるんですよ。で、ヒカキンさんの上げた動画は他の YouTuber よりそれなりに面白いんですよ。要はある程度面白いものをずっとやり続けないと先行者利益が得られないんですよ。要はもう俺何も動画上げねえわっつったらヒカキンさん収入なくなるじゃないですか。でも掲示板ってサイト開いといて僕一切書かなくていいんですよ。僕何にもしなくても勝手にユーザーが来て勝手にコメント書いて、でそのコメントユーザーが見に来て、で勝手に広告が回るんで、なので僕は一切努力をしなくていいし何にもしなくていいんですよ。っていうのと努力をするヒカキンさんは全く違うんですけど、その違いが分かんない人っているんですよね。
なので、いかに努力をしなくていい場所を見つけて、そこに時間を費やすかっていうだけの問題です。20代女無能です。水商売の仕事やプライベートのルーズさを直せず、体調不良で欠勤が続き、仕事も無能のためできず、雇ってもらっている会社に迷惑をかけてしまっています。自分を客観視できず、自分の感情に左右されすぎて落ち込んで、立ち直ってまた失敗して落ち込むのの繰り返しです。借金が100万もあるのに、こんな自分が嫌になります。仕事をしたままどのように自分を変えていけばいいのか教えていただきたいです。仕事が向いてない仕事をしてるんじゃないですかね。なので、向いてる仕事を探すっていうのをした方がいいと思うんですけど、要は体調不良な状態で、その体調があるのに無理して働いても、それは続かないよね、体壊すよねって話なので、なので、その体調不良をまず治すっていうのと、あと体が弱いのであれば、その体を使わないような仕事をするっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。彼氏に勝手に期待してイライラしてしまいます。自分の本音も分からず人にうまく伝える方法を教えてください。自分の本音が分かるというふうに思ってるのが良くないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、多くの人が結構誤解してるんですけど、自分が何がしたくて、自分がどういう人間かというのは、自分自身は結構分かってないことが多いです。要はその、自分自身のことは、実は自分のその家族とか、そのなんか仲のいい友達の方がより分かってることって結構あったりするんですよね。なので自分の本音がわからないのは当たり前です。で、うまく伝える方法を知りたいのであれば、言葉を尽くしてください。では、例えばじゃあ、ショートケーキが好きですっていうのを言ったとして、本当にショートケーキが好きなのかっていうと、実は違う場合があるんですよ。生クリームが好きな人が、ショートケーキが好きっていう表現をしたりするんですよ。要はその、自分自身何が好きでショートケーキ好きなのか分かってなくて、ショートケーキ大好きで食ってんだけど、本当に食いたいのは生クリームなんですよ。じゃあ、ショートケーキからイチゴがなくなったとしても、あ、別に美味しいやんって食ってたりするんですよ。で、その、スポンジとクリームが好きなのか、イチゴが好きなのかっていう、物事を分解してみると、本当に好きなものはクリームだったんだとか、そのスポンジにクリームが乗ってる、その甘いスポンジが好きなんだとかっていうのは、じゃあこれだったら別にロールケーキでもええやんみたいな、っていう感じでいろいろ分かれてくるんですよ。で、その自分自身が何を分解できるかっていうのも、実は分かってなかったりするので、なので、彼氏にじゃあショートケーキ好きなんだよねって言って、あ、そうなんだ、ショートケーキ好きなんだ。じゃあロールケーキはあれもスポンジとクリームじゃんって言われて、食べたことないって、じゃあロールケーキ食いに行こうって、ロールケーキ食いに行ってみて、あ、全然うまいって言ったら、じゃあロールケーキでいいじゃん、イチゴいらないじゃん、みたいな。っていう感じで、こういうのが好きですっていうのをちゃんと話して、で、その相手と会話をするっていうのをやって、その自分自身が好きなものっていうのを客観的に決めてもらうっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思いますけど。どうもどうも、AI ひろゆきです。今回の動画では自分の性格と仕事について話してみました。仕事っていうのは基本的にやりたくないことをやらされるので、自分に合う仕事っていうのは少ないと思うんですが、それでも自分にとって苦にならない仕事とか、お金がいっぱいもらえるから続けられるっていう仕事を選ぶといいんじゃないかなと思いますけどね。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、お願いします。お疲れ様でした。